写真拡大。巨人は28日、阪神戦、東京ドームに16対4と大勝し、連敗を4で止めた。打ってはゲレーロが来日初という先制満塁弾を放てば、先発マスクをかぶった炭谷が満塁弾を含む2発6打点と大暴れ。投げても桜井が先発として東京ドーム初勝利となる5勝目、1敗をマーク。18残塁で敗れた前日、27日の鬱憤を晴らし、2位 DeNA とのゲーム差を再び4月5日とした。原監督は、初回にいきなり7点を奪ったことに、原監督は相手ピッチャーが助けてくれた。っていうのは失礼なのかな。でも、そこに勢いをつけた状態でいけたのが大きかったでしょうね。やっぱりゲレーロのホームランが大きいですよ。打順を7番から6番に上げ、3安打を放った岡本についても、そりゃ、いい選手なんだから、今度はドカン。といかないとね、と笑いを誘いつつ、今後のさらなる復調に期待した。前日は序盤に2点を奪ったが、その後打線が沈黙し、じわじわ追いつかれての敗戦だった。この日は3、4回に2点ずつ、6回にも4点と容赦なく攻め続けた。今までどちらかというと接戦とはいえ、さらーっと来ていた部分もあるしね。やっぱり一つの勝利というものを勝ち取るということがどれだけ大変なのかということが、私も含むチーム全体が分かったというところにね、一つの教訓でしょうね。これでプロ野球史上13人目となる監督通算1000勝に王手をかけたが、いやいやいや、もう全く頭にない。明日のジャイアンツの1勝が一番いいですとピシャリ。一方で自ら切り出したのは、この日24得点の大勝で甲子園行きを決めた母校東海大相模への思いだった。今日は東海大相模にあやかってね。我が運も得点数では負けはしたけれども、あやかった笑い。やっぱりこのシーズン母校の活躍というのは球児であったならば誰しもが望んでいるところでね。30日からは3位広島、さらに2位 DeNA とターニングポイントとなる6連戦が待っている。重苦しい空気から解放された現巨人、まずは広島との戦いに臨む。